こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は天才の入部届け会いきましょう。ドエ、アーサー、モモヤ、オクタビア、ニジタニ、ヤミナと。で、現在7枚目です。いきましょう。で、まあセンスがつかないのと、つかないでも続行はしてるんですけど、なかなかに流れ来ないなと。はい。はい。続行していきましょう。まず、問題1が、桃屋が全然間に合わないっていうのが問題としてありますね。で、その後に、まあ、やっぱダイナマイト連がうまくはまらないがあるのかな。なんかその辺がうまくやられるといいかなっていう感じはします。ね、デッキは非常に強いものがあるので、SS8 とかできてるんでね、これで。すげえよな。で、桃屋ね。これ、桃屋に行った方がいいのかなって思った瞬間もある。こういう時で。全くわからない。うん。びっくりいい感じだね。オクタビアでいいでしょう。宝石が2つ目になるのかな？行くと。だったら虹谷行こうかな。丸石揃えときたいのと、雫石がね。よし、ナイス、コンコツ。バランスよーく取って、で、あとは亀石取って、全体的にね、石が不足しないようにしたいですね。まあ、宝石、宝石を取りたいのは当然なんですけど、まあ、丸石も重要です。すべての石が重要です。もはや一発ぐらい踏んでもいいよな。感はある。真面目に。なんか作れないかな、これも。丸石が作れます。ドワッハッハ。オッケー、ナイス。それはうまい。虹谷さん、モテモテください。ダイナマイト。ここは体力回復が良かったなぁ。しょうがない。うん、動画取りたいけど無理だな。ここは素直に休みます。無理はしない。はいはい、クソイベは今のうちどうぞ。はい、これはいいやつを取っときましょう。かなり初期段階ですかね。で、宝石作れない。雫石たぶんない。で、いいとこに誰もいないですし、3個取っちゃいましょう。これは、来いよ。OK。やる気出るわ。まあ、天本の時は闘魂もチャレンジして、ここのね、不確定3人をね、通せるかどうかも、焦点にはなりますからね。同衛で全て取れたでしょう。重い玉行きましょう。逃げ玉はまだ取ってないと。勝ちを忘れる前に取ります。で、雫石でいいね。はい。肩の爆弾とかやめてください。で、亀石作れたと。あとは、まあ、できる限り宝石優先で進んでいけばいいですね。体力。で、宝石を作りたいんだ。これ両方作れるか。よし。悪くないぞ。からの、もうやいないと。うん、アーサーがこう作れないと。タゴ、ペット。休んで成績くれないかな、3つ。エール鉢巻きとおにぎり。おにぎりは結構作ってもいいんですよね。やっぱ体力の回復が非常に大事なので。
あと、購買部は何個あるのかな？一つか。作っちゃえ。うん、購買部が1個増えました。そのうち作れるでしょう。うわぁ、失敗した。縛りなしや。闇の先生にお願いするしかないと。桃屋はこれで大丈夫かな。あとは勝手にお願いしますと。あと体勢はまあまあ整えられたので、ダイナマイトサクサク作りたいという感じではありますね。アーサー素晴らしい。これレベルアップできるか。で、これ桃屋行ってるよね。あ、行ってますね。大丈夫。よしよし、やっとまともな流れにちょっとなったなと。点数もまあまあ出てますね。ただちょっと縛りは失敗したので、そこがアーサーじゃねえや。そこをカバーしてもらえると助かるって感じか。これ技術メダルの方が欲しいよな。コントロール踏みたくないけど。さすがに向こう踏むか。エールタックでコツ的にも上手いですもんね。うん、しょうがない。まあ、体力のことを考えるとね、やっぱどうだろうなっていうのはあるんですけど、当然精神踏んどいた方が良かったかもな、これはってあるんですけど。まあまあまあ。お、欲しい。いやー、しずくいし取りてえなー。二つともしずくいしだな。これゼロだとはかどらないよ、さすがに。からの？あー、マネパワですか。さすがに間に合ってほしいんだけど、そろそろ。うん、弱くはないけどね。両方とも。そうですね。ここは上げてしまって、まあ何も作れないと。安定の何も作れない。ただ成績は集まりましたね、数。悪くはない。ただただ桃山町って感じ。ただただ桃屋町って感じですね。桃屋欲しいなぁ。桃屋先生早めに。よーし、やった。久しぶりに間に合いました。うい、犬あだす。で、これが2回目かな。びっくりしてたらさすがに。ニジタに取りに行きましょうかね。丸不足しとるしな。キレは取ってない。奪三振取ってない。はい。何も取ってないということです。で、丸石も作れるでしょうと。久しぶりに桃屋間に合ったな。あー、そうですね。闇の、まあほっこいらんか。虹谷のとこ行きましょうか。うん、ここは攻めていいよ。140キロ。いやー、厳しいか。まあ、ミスらないだけ十分よ。似てない似てない似てない。うわー、気
きついよーきついよーきついな。なるほどね。まあこれがありますね。確かに44だったからな。これは仕方ない。まあ失敗しても仕方ないけど、前触れはきついな。前触れ外すのマジきついな。筋力メダル作っては投げにしよう。作ってはちぎり、作ってはちぎる。これが世の情けで。別に行かなくていいかな。ダイナマイトをサクッと作ってあるよね、僕。星3でもよかったな。いやー、マジか。ちょっと大吉でマイブレブン取り返せないか。ただ、購買部はめっちゃ作れましたと。いや、久しぶりに大凶以外出たわ。やる気下がるんだね、小吉でも。虹谷はいらんと。星がよく出るな。でもダイナマイト作れてなかったか、やっぱり。なんかあれと思ったんだよな。レベルアップできない。桃屋でもいいし、星取ってもいい。2個。2個だったら数足りてそうな気もするけど、まあ今5個あるんで3個待ちすればいいですね。体力減った時とか。さすがに今焦んなくてもいい。まあ、ここも焦んなくていいと。爆弾でよろしいんですが、まあ、ちょっとレベルアップしたいなというのはありますね、もろもろ。ここは一応デートするか。ブチ切れていきましょう。で、水難余計で、安全圏と。奥田さん、虹谷さんですか。奥田さん行こうか。綺麗。うん、まあ2個ミスったらさすがにもうおしまいですね。ここに作ろうと。同絵でいいですね。コンコツ欲しいしね。まあ点数的にはそんなに悪そうには見えないけど。あ、やめて。うん、まあまあ点数的にはダイナマイトも一回踏みましたしね。オッケー、それはナイス。それはナイスですね。この辺レベルアップできるとかなり変わってくるな。やっぱ闇のか。いらんな。これ、ワンチャンここ取ろうかな。星3も欲しいけど大丈夫。ちょっと購買部パワーアップできるようにしておきましょう。140ブルン。オッケー。ひとまずね。伸び取って伸びは終わらせましょう。うん、まだチャンスあるよ。1掛けぐらいだったらなんとかできる可能性はある。うん、強いですね、普通に。変化取りましょう。ここで購買部が生きてくると。で、変化か。本
トロールはまだ無理なのか。150近くいったと。伸びとろう。ドクター K。まあ大丈夫でしょう。どうか。どうえ。ついでにどうえ。ついでにどうえさん。はい、ありがとう。素晴らしい。これが流れというものです。これは流れがあるね、ちゃんと。うわぁ、一個足んねえか。仕方ない。素晴らしき。これは変化やな、さすがに。よし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 、めっちゃダイナマイトできてる。これで宝石を一緒に掘り出せると、まあ相当うまいですね。やりたいことがまあまあできてるな。うん、これ取ってもいいかもしれない。ツルハシ、まあ2個取りてえよな、ひとまず。先手必殺でしょう。まあこれ行った方がいいですね、早めに。そうしないと後は疲れてます。真剣に後が疲れてると。逃げ玉いいですね。これ闘魂行く？まあ行こうか。精密取ってもしゃあねえもん。ドカーンバコーン、いいっすね。素晴らしい。ちゃんとハマってくれてるわ。スロボでいいね。低めも取っていい感じするし。260、うん、大丈夫よ。素晴らしいほどダイナマイトしてますね。うん、体力回復も美味しい。星だけ作れればもう十分だな。ブルン、ズバン、ナイス。しかもかなりと。しかもこれですねと。あ、まあこれはさすがに行く意味ないですね。で、状況的にはまだ潤沢潤沢なので、マジでそろそろ作らないと結構危険度が高まってきていると。ツルハシ青。宝石潰すの危険そうだな。いや、宝石はまだ潰せないし、亀石になるんだよな。まあ亀石のところにはなるんですよね、結局。いや、ここ潰そう。で、デートします。で、ツルハシパワーアップ C の、ああ、強いなぁ。オクタビアで宝石取ると、長い目で見ると勝ちですが、長い目で見ると、まあ、こっちの方が絶対いいよ。こっちの方がいいか、普通に。ツルハシ砕いていいかな。スゴツルの方に行きたいよね、絶対。逃げ玉。まあまあ、ダイナマイトはうまい具合にやれてますね。ほんと、マインドブレーカー失敗したのがだいぶ痛いか。他はまあまあ、悪くはない。うん、変化ももう76伸びてますからね。十分すぎるぐらい伸びてる。
筋力、技術、まあその辺が足んないか。仕方ないね、これは。これは無理やね。うん、ここまではいいと思う。わあ、これ仕方ないで済ませられる値ではねえな、正直。ただないもんね。いや、ここは我慢でいいでしょう。我慢しよう。これ、桃屋最後回復しないな。欲しいなぁ。しっかり回復しよう。うん、ダメなら諦める、次。デートすればいい。デートになっていく。で、する、走れる。まあ、今はうまく回ってるし、これでいいやろ。購買部潰してもいいかもしれませんけどね。失敗か。すごい、ツルハシ。まあこれ星取っといた方がいいでしょうね、この段階で。購買部潰すか。ツルハシ使って爆破していかないとなかなか、潤沢だもんね。下がったなぁ。そういうことですわ。で、ツルハシレベル上げちゃいます。もう無理くり上げていって、これ絶対技術は漏れるよね。さすがに限界かな。技術400とか入ってるよね、これ。300近くか。コントロール振りましょうか。うん、精神は大丈夫。2個宝石出れば大丈夫。まあ、とにかく掘らないと話にはならないですね。やめて、やめて。おお、よかった。で、ドカンできないと。ここは桃屋でいいでしょう。で、この体勢を維持しつつ、スロー、ナックルカーブ。喫茶かな。ほわー、それはやめて。さあ、空振りとやめようぜ。うわぁ、体力しんどいなぁ。ここまで積み上げてきたのに。これですもんね。くっす。これはないわ。マジでないわ。そう、積み上げてきたものがゼロになるんですよね。厳しいんだよな。ももかすさんって感じです。いくつあるの ?120 か、さすがに無理やな。5月3週目か。でちゃんと掘れているのはコントロールだけと、正直。まあ、ダイナマイトを有効活用するっていう意味では今は順調なんですけど、掘るっていう意味では全然全く。字の字もない。一気になくなっちゃうかな。宝石あと1ターン待つ？
精神掘っちゃうか。いや、ないよな。掘るんなら変化とかね。で、カラフルなツルハシと。よし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 。うん、まあまあ、そこそこ変化が踏めてると。これ、急速踏んだ方がいいかな。急速すげえ死ぬほど掘れますもんね。筋力今欲しいし、どう考えても。筋力と同栄のコンコツコツが、まあ、もらえるんなら欲しいしって感じですね。すぐそう。もらいに行きますかっていう話したら、今6月2週なので潰していきましょうか。宝石を2つ作りて。丸石は作ってよくて変化だろ。筋力は、まあ、捨て気味でいくか。ポンコツください。うわぁ。筋力は捨て気味で。枯渇寸前が2箇所。とスタミナか。12掘れるから、まあ掘れてるやろ、ここは。掘っちゃえ。肩肘ボロボロ状態。ダイナマイトは入ってないですけどね。タックと精神上手すぎる。あー、エールタック入ってたのか。まあここで来るよな。一瞬で終わるな、これいったら。すごいタイミングで入ってきましたね。これは通さないとダメな気もする。54か。さすがにリスク高すぎるな。なんか無理やしな。半分の確率のスタミナいけます？半分の確率の。自称半分の確率いけます？あとはここ忘れずに。まあ、ホリホリはもういいかな。自称半分の確率。おお、通した。ナイス。コントロール枯渇。コントロールきついな。結構技術取られてるからな。まあ千丸でないっていうのが一番大きい理由ではあるんですけど、コンコツ来てないっていうのと結構変化が伸びてるんで取られてますね。スローボールとか待った方が良かったな。まあ、マイブレ以外はやりたいことがある程度できてるかなとは思います。あとはしっかりと枯渇が入るかどうか。かな。
結構ギリだと思うので、いろいろ。体力もないやん。ここでチュンチュン来るかどうかもだいぶ大事やん。うわ、強っ。まあ、死ぬほど踏みてえけど無理やな、さすがに。チュンチュン。あー、ないか。爆破、よし。爆破できとるやん、ちゃんと。ここはスタミナじゃなくていいので、間違いなく。ちょっと技術きつそうやな、ただ。技術はまあ、間違いなくきつそう。これ、筋力いったら。ああ、行きましたね。素晴らしい。素晴らしい感じの終わり方。うん、160乗るわ。これは強いね、普通に。バランスもよく取れてますね。マイブレくれって感じです。マイブレくれ。押したら線作れとかの話になりますけど。第2球投げました。2球目ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。空振り三振。2者連続三振。右バッターボックスにはもう、うん、これは前触れ欲しかったな。だいぶ違ったなって。インローで送ってストライク。第2球。技術はギリギリだいぶじゃないかな。投球は3球目投げた。アウトコース低めいっぱい。見逃し。で、画面石筋力は本当取んなくて正解でしたね。まあすごい鶴橋に回したかったのと一緒。まあ、筋力はもう160ほぼ乗ってるので過剰でしたね、間違いなく。第3球を投げた。アウトコース低めいっぱいストライク。1球1球。ポイントバランスは分かってきたけど。外へ逃げるスライダー。空振り三振。あとコンコツクレイ、コンコツをください、私に。ほう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 。まあこれ変化突っ込んでみる。まあまあいずれにせよ、まずここ破壊して、でここも破壊して、でどうするっていう。まあ尻上がりは来るんだろうね。尻上がり勢いを金縛りで、ここを崩して、今いくつ ?801 か。801か。バント封じぐらいはいくか。で、尻上がりはいって。休んでいいか。別にリスク取る必要ないか、ごめん。ポンコツもないし。リスクはいらんと。変化と精神大量に入ってきそうなので、まあ、200は入らないな。ああ、大丈夫か。雫石。まあ大丈夫ですね。雫石5をもらって、しっかりと。ガメッときましょう、技術。振動休みだな。55か、行くかな、これ怪しいな。というわけで探りましょう。お待たせ。マント先生のピンチです。まあ、マイブレ以外は頑張ったかなっていう感じの立ち回りではあるが。もう追い込んでいます。ゾキは3球目。外へ逃げるスライダー。空振り三振。バッターは4番ソウソ。第1球初球決まってストライク。いきなり。さあどうなると。さあどうなる。第3球を見逃し三振。ワンナウ。この虎の子の1点守りたい、その笑顔。
あ、バントフジ取ってる。投げて大丈夫な。うん、まあワンアウト取れましたし、いいでしょう。ここで点取れたマジ恥ずかしい。よし。ランナー一人を置いて迎えるバッターは両投。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球ボール。投球はこれから3球目。サードランナーちらってみた。うん、 OK ですね。外へ逃げるスライダー、空振り三振。投稿あるからまあスタミナに影響は出ないですね。あとはなんとか投げ勝てれば。これはピンチャンしろ、これはピンチャンしろ、これはピンチャンしろ。僕の心がうずいてる。サクリテってうずいてる。よし。空振り三振。最後は伸びのあるストレート。マント、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で総じ。第2球インコース低めストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。投げました膝元。うん、あれ球でもついてんのかな。コントロール悪いだけか。インコース低めいっぱい、見逃し三振。第1球外角低めいっぱいストライク、まずは入れてきました。第2球決まったストライク。第3球を外角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは代打岡野。ホームラン打たれなきゃ勝ちだぞ。第1球ストライク、いきなり159キロ。第2球アウトコース低めいっぱいストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。さあ次行きましょう。最後は渾身の。よし、よーし、このスタミナは大きいですね。4か。そしてなぜかサクってしまう。915。まあ安全圏足りるかな。技術逆号ならいけるやろと。ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー二塁という場面で宮川ストライク。第2球ストライク、軽く追い込んでまいりました。うん、ちょっと変化ポイントあまりそうですね。筋肉と低めの変化球でスイングアウト。技術がどんだけって感じなの。第1球初球ナックルカーブ、空振り、少し迷ったか。第2球直球ストライク、アウトローへ、もう追い込んでいます。第3球はまあ、このデッキだとほぼほぼ根骨も5になるので、ちょっとどれぐらいいけるんだろうっていうのはあります、正直。まあ一応55あるからな。今 F とかだったら絶対無理ですけど。金徳も一応制圧以外は取ってると。まずは簡単に追い込んでいます。投げました、空振り三振。今日2三振の内山、ここまで2打席連続三振。打ちました、1、2塁間。 OK、 ナイス、勝った。ゲームセット。お、信じる者は救われるパターンか。96、まあ、スタミナはある程度踏んでいいよ。上がっても7でしょ。どえ、頼む。今月、ああまあまあまあ、晴れ玉ね。うん、まあこれは乗るな、さすがに。ただ106はしんどいかもな。106はちょっとしんどいかも感はありますね。お待たせ。6番マント先生。
技術がとても大変と。第3球はインコース低めいっぱい見逃し三振。第9球、盆栽でよくここまで変化伸びたな。投球これから2球目。第3球をまあすごい強いかって言われたら前触れないんで分かんないですけど、弱くはないと思います。ワンチャンス中継ぎぐらいには入るかも。膝元厳しいところ、ビシッ160キロ直球空振り三振。ピンチを連マント先制のピンチです。2アウトランナー。まあこれをセンスでやりたいですね。あとはもうちょっと技術にまあ意識を置いたような立ち回りか変化一発ドカンがもうちょっと欲しいなっていう感じですね。マント同点のピンチです。ワンアウトランナー二塁という場面で中橋、ネクストバッターサークルには横田。第2球外角低めいっぱいストライク、簡単にツーストライクと追い込んだ。おつけた村上これは自分のミスだわ。三塁回ったマントル追いつかれました。ワンアウトランナー二塁という場面で横田、今日の第一打席はスイングアウト。今のはちょっと内ピ入れないとダメですね。第3球をインコース低めストライク、バッター追い込まれました。スローボールやっぱ余計なんだな。一番初めやっぱ技術コンコツが来る前に溢れさせたくないんで取っちゃうんですよね。それがもったいない。そこの100でかいな。ありがとうチームで勝利できましたと。変化もありそうだな。頑張った方でしょう、多分ですが。今なんだ、ちゃんと入ってるか、びっくりした。まあまあ出てますね、14,500。これをまず取るのは確定していた。まあこれさすがに変化伸ばさないともったいなさすぎるよな。でゲームセットになっちゃうんですよね。これゲームセットになっちゃうからな。1個落とそうか。490。まあこれは取ると、これも取る。火消し？ジャイロボール玉持ち。リリースと1個取って終わりか。終わりかって感じだな。これで終わりか。まあしょうがないっすね、正直。これはしょうがないね。しょうがないでしょう。盆栽で前触れなしなので、まあまあいきましたね。まあもうちょいだな。ちょっと技術のバランスが悪くなってしまって変化余したのが今回はまずかったかなという感じではありましたが、これまあ多分これくらいだったら入らんかも。入らんかも。結構交代してるかな。今言ったやつドイツだっていうね。先発、あら？あ、ちゃんと入ってるな。 SS3 だったよね今。こいつか。ああまあ、あと1っていう感じでしたね。くそ。はい。まあ、前触れは偉大ということですね。結構頑張ったんですが、やっぱり金徳の失敗まで盆栽で重なってしまうとなかなか厳しいなっていうのと、闘魂とっても精神のポイントのバランスは全然崩さなかったので、そこは本当にこのデッキのいいところかなというのは非常に感じました。あとは本当にセンスをつけて、しっかりコンコツを取って、
技術ちょっと意識しながら立ち回っていければ面白くなるのかなという感じです。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。